茨城県常総市にある伊具派の三浦山平馬長連コレババート行ってきました。平の正門史跡です。伊具派の三浦屋は平の義持正門二代にわたる牧場である。もともとこの付近には関巻であった小牧現古間二島大巻現大間二があり、小牧が手狭となったため移転した大巻の旨味所がこの馬場であったと言われている。東西に飯沼の入り江を控え、南北に王子が貫き通して両牧場に通じる用地で、馬場の北端を花立てと称し、検査常連の際の出発点であったとされる。937年、子飼いの私の合戦で正門軍を破った義兼は、正門の本拠地と与田軍を蹂躙し、伊具派の三馬など多数の人家社宅を焼き払った。これは正門の兵馬長連場として軍事上の重要拠点であったために狙われたものと言われている。現在は馬場地区にある交差点の脇に伊具派の三浦山兵馬長連コレババートと刻まれた石碑と解説板が立っているだけである。なお西方の入り江に接した白山グスク山の地に正門の陣頭で上野守に任命された伊具派の三浦山の別当田地の常明の居館があったと伝えられている。ご視聴ありがとうございました。これからも平の正門関連の歴史史跡を巡っていきたいと思っております。よかったら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。